おはよう。ちなみに5時半。はい、5時半。ということで、はい、iPhone に変えましたね。はい、iPhone に変えました。5時半ということで、朝がまあ早い。今日は松井大輔選手の、はい、一緒に練習参加ということで、多分あれ警報器が鳴りましたね。これ松井くんです。おはようございます。あれ、犯人出てきました。はい、犯人が毎朝この時間。俺はもっと早く来たいから。朝しんどくないの？6時でしょ、うん、新練習が、うん、早くね。1時間前には来たいじゃん。何時に起きてる？今はもう4時半だけどさ。早っ。今日で俺やんないから。やらんのかい。一昨日試合だったから。やらんのかい。やらんのかい。できない、血だらけだ。大丈夫大丈夫大丈夫。足首も痛いし、うん、だから大丈夫。大丈夫です。いや大丈夫じゃない。今日は何時間ぐらいですか？まあ5時間ぐらい。ふざけるなんか飲み物いる？待って、あの俺、ね、あのドンペイでほら、カズさんのはいユニフォームが。選手は何時ぐらいからか、もうギリギリ45分とか、いつも一番に来てます。あ、一番来てるんですね。だいたいシャワー浴びて。あ、これシャワーの音。遠心ということで YSCC の練習を開始しました。はい、松井くんはまだシャワー浴びてるということで、はい、で今日6時20分から全体練習始まるってことなんですけど、5時半から来てる。もう誰よりも早いっていう。すごい。それ毎朝、まあ、そこら辺は多分、まあ、カズさんのユニフォームありましたけど、はい、カズさんの意思っていうのをもろに受けてる人なんで、影響一緒にずっとやってますから継承されてるんでしょうね。普段はこうやってね、とぼけた顔して。撮影禁止だわ、それ。そうだけな。この半径1メートル。横撮影禁止。やることはしっかりやるっていうね。はい。那須さんと同い年で、今なお現役ですから、やっぱり。すごいよ。そういう意味では。41ですよ、今年。フットサルと、はい、サッカー両方やってますから。フットサル場の中に。25分前。今アップしてっていうので。胸重ねないと本当怪我がね、怖いです。大事ですね。うん。俺挨拶。おはようって。はい。こいつのマネ。ナスです。よろしくお願いします。うちの松井がすいません、お世話になってます。あの、まあ、松井さんと同期で一緒にやらせてもらったんですけど、まあ、こういうご縁で、今日体験入部ということで一緒にやらせてもらうんで、まあ、ご迷惑をおかけすることもあるかもしれないですけど、よろしくお願いします。どうも。ですね。はい、どうぞ。レッスタート。まあ、体もそうだし、まあ、心も OK、 回しながら
概念が全然違う。はい、自分からボールに近づいてくる。今の練習はね、言ってましたね。で、意識してほしいのはボールの移動中にサポート。で、相手が離れてからトラップ。イメージが近かったら、上に近かったらダイレクト、もしくはスペースが来てたらスペースが外して、なんか違います、ボールタッチ。ボールタッチはやっぱ足裏とかこうピタッてもう、あと動かしながらこうコントロールしないといけないから、全然違う。ほんとテクニック必要。足の負担って負荷がね、めちゃめちゃくる。なるほど、うん、那須さんほぼ足裏とか使わないですね。那須さんほぼ頭しかない。
とう。さあこれまた戦術だね。はい、フットサルの戦術が、どっちかというと俺そのスペースに流れて1レールがあるけど、目の前を通るっていうのはスイッチみたいな感じ。びっくりな点が、座ってもいいんですね、これ。あ、そうなの、ね、これびっくりじゃないですか、ちょっと。あるある。あるある。はい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 。実は2日前にサッカーの試合やってたんですよ。お疲れで。今日どうですか、ダスコは。さっき大事なチャンス外してましたね。それはいつものこと。ちなみにアテネのオリンピックの時の敗因って何だったんですか。あれはもうダスのせいですから、ね。ナスのせいで負けましたよ。わざわざアテネまで行って。フットサルデビューはちょっと、うん、ほろ苦い、ほろ苦い。すごいとこでやってるよ。いや、ほんとサッカー上がりマジでむずいと思う。どうでした、那須さんのプレーを。昔を思い出せない。迷子です。迷子です。どこにいればいいか分からない。そう。はい、出した。初体験ってことでフットサルはしまいましたけど、まあ、フットボールっていう意味では、まあ、皆さんもこうサッカーを通じて魅力を伝えるとか感動を与えるとか、まあ、そういう人々の心を動かすことをやってると思うんで、これからリーグ始まっていくと思うんですけど、より質の高さだったりフットサルを通じてたくさんの人にサッカーの魅力を伝えていただければと思うので、頑張っていただいて、少なからず関わったので応援させていただければと思うので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。スポーツはあるから。お前さんナスって書いてある。スポーツはわかん。もうある。なんか払え。次来た時はね、サル初デビュー、ほろ苦いでも楽しかったっす。果たしてバリムズいね。ムズいっていうかきつい、この乳酸が。朝6時っていうのもある。そうでもサッカーに共通すること、生かせることはめちゃめちゃあった。やっぱ狭いスモールゲームだからプレッシャーかかりやすいから、その剥がし方とかさ、その密集とかさ、合わせないとか、
こでも遊んじゃうとかさ、むしろサッカーの局地戦をより多く見れる、フットサルだったらゴールが近いからね、めっちゃ面白いと思った。松井くん、フットサルとサッカーもやってますから、で、2日前に試合だったんですけど、松井もそうですし、YSCC、YouTube チャンネルやってますから皆さんぜひご視聴いただいてということで、あと、松井も SNS もやってますので概要欄の方に載せさせていただきますので、皆さんぜひ、応援よろしくお願いしますということで、試合っていつだっけ？フットサルは6月の18日、横浜武道館になります。武道館ぜひぜひ、あ、でも YouTube 動画も撮るのか、あ、行きたい、お、開幕戦来た、開幕戦来た、6月18日ですね、ちゃんとチケット買ってな、買いますよ、それ買いますよ。まあでも6月18日フットサルをやるということなので、皆さんぜひ応援に行っていただいて、お願いします、はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価コメントぜひよろしくお願いしますということで、本日はありがとうございました。